どうも皆さんこんにちは。全ポイントプテラ男アポロでございます。こちらのコレクションファイルはですね、先日全パック開封ポイント2000ポイントをプテラにしてしまったというですね、大やらかしを忘れないためにですね、戒めとして作ったコレクションファイルでございます。2000ポイントね、交換して2000ポイントぐらいかな、12枚のプテラがね誕生してしまったんですけど、今9枚しかありません。これはね、なんでかっていうと、このさ、プテラの原子の羽ばたきってあるじゃん。コイントスして表なら相手のバトルポケモンを戻すとね。これがですね、あまりにも失敗するっていうプテラを1枚ずつですね、エフェクトに交換するという、そんな大人の遊びをしております。はい。皆さんも気をつけてください。こういうことになりますんでね、大切なこのパック開封ポイントはね、自分の手で守ってあげてください。はい。そんなプテラがですね、なんと土日に行われました、海外のですね、大規模大会で準優勝構築に入っていたということで、今回はですね、その構築を使わせていただこうかなと、そして紹介させていただこうかなと思います。はい。皆さんよろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では、早速ね、デッキの紹介いきましょう。さあ、今回使わせていただくデッキはこちらでございます。はい、ウィンディープテラということで、土日に行われました、海外大会第6回ポケットレジェンズリーグ、賞金制大会ですね、50ドル。はい、賞金が出ております。で、土日ということもあって、参加人数も600人を超えるね、参加者が集まったっていうね、そんな大きい大会なんですけれども、その中で準優勝の構築っていう感じだね。すごいね。ドイツの方が使ってたデッキなんですが、まずね、ウィンディ EX だね。はい。このモーカの突進。ガーディから進化で HP が150。炎タイプなんですけども、エネルギー3つでですね、120点与えられますよと。で、このポケモンにも20ダメージっていうデメリットがあるんですけれども、やっぱりね、先日丸役でのデッキを紹介したんだけど、丸役でよりエネルギーが、必要なエネルギーが少ないじゃん。だからファイヤーのこの要求値が下がるんですよね。そして120っていうのが、ピカチュウを落とせるラインになってきますんで、その辺で、ピカチュウデッキにたくさん勝っていったのかなっていう、そんなところがあります。はい。このドイツの方ね、15戦やって12勝3敗なんですよね。だから相当な勝率残してるんですよ。だからちょっとね、使わせていただくのが楽しみなんですけども、はい。早速使っていきましょうか。でさっきね、ウィンディ120じゃ落とせないやつもいるやんって思った方いると思うんですよ。そういう時にやっぱりこのプテラだよね。原子の羽ばたき、コインを一回投げて表なら相手のバトルポケモン山札に戻すっていうね。運ゲーになっちゃうんですけど、ここで、落とせない敵は対応するのかなっていう、はい。そんな、見た感じね。そんな感じが、ありますよ、ということで、はい。実際ね、使ってみましょう。では、バトルに行きます。はい。マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。このデッキで圧倒的に相性がいいのはピカチュウデッキですね。ピカチュウデッキは多分全部落とせます。多分っていうか、サンダーまでですね、榊使えば落とせるので、その辺はすごく強い。いや、いいですね、序盤。とりあえずバトル場に最初出したいのはファイヤー EX です。ファイヤー EX から、スタートっていうのがいいですね。で、ここガーディは、1体だけ出すっていうのでいいですね。もう1体出しちゃうと、秘密の琥珀が置けませんので、プテラの出番がなくなってしまう。ただ相手がこの水タイプのデッキだと、そんな進化してこないじゃん、正直。ね。プテラが刺さるのは2進化とか、エネルギーをめちゃくちゃ張ってくるっていうポケモンに刺さるので、それがね、ガーディで対処できないってなった時に、使っていくためのプテラだと思うんですよ。この方の構築ね。なので、さあ、ここで、やってきました。基本劣化の舞ですね。劣化の舞を使って、
使っていって、はい、さあエネルギーを貯めていく。いいですね。でスピーダーがあるので、これ次のターンウィンディ EX が来たらですね、ウィンディ EX にしてもうラプラスに攻撃し始めましょう。でラプラスはね結構夏目が痛いです。逃げ根がね、こういう状況逃げ根が、まあちょっと人手間出されちゃったんで嫌なんですけど、逃げ根がね重いんですよ。だいぶ苦しいかなと思ってるんですが、さあ裏 OK。 霞のせいでねあんまり言われてないけど、ファイヤーはめちゃくちゃ強いよな。めちゃくちゃ強いからね。まあこことかだから、次から撃たれたくないんですよね。いやでもな、スターミーがいると人手間出されちゃったんでね、スターミーがいると撃たれちゃうんだよな。夏目どうでしょう。これスターミーがいるかどうか、まあいるかな、いるかな。それだとはい、劣化の舞、スターミーゼロエネで逃げられるので、ここ関係なくなっちゃうんですよね。そうなると、まあそしたらしゃあない、そん時はしゃあないです。さあまあこんな感じでエネルギーを張ります。まあウィンディに関してはエネルギートラッシュないんでね、もう3つでいいです。はい、スターミー、あーそっちのスターミーか。まあこれで逃げて、まあバブルドレインをかましてくると。なるほどね。はい、夏目、まあそしたらファイヤーですね。ファイヤー入れ替えられるっていうのはとてもいいですね。ファイヤーは水タイプの弱点じゃないので、お相手もちょっと嫌かなと思います。さあここで来ましたウィンディ。まあ今回まあプテラ入ってるんですけど、まあメインはやっぱウィンディですから、ウィンディメインなんでね、そこはご理解ください。さあスピーダー、スピーダーでファイヤー逃がしウィンディですね。やっぱ1進化で120出せる、これ優秀ですよ。で猛火の突進120っていうことで、まあ確かにこのなんだろうな、丸役でとかと比べるとね、ちょっとどうかなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあでもね、ウィンディも丸役でよりいいところもありますから。はい、あのエネガ3とかね、ファイヤーの要求値下がるんで、確かにウィンディのがいいかなって使っててね実際思うこともある。はい、まあそのラプラスとかさ、プテラーしちゃったらね、こういう時だよね。だからウィンディはあの水弱点なんでね、ちょっと嫌なんですよ。まあただね、1個落としてるんで、ここ猛火の突進もう一回行って、後ろのファイヤーでね、落とされたら後ろのファイヤーでね、行くっていうのでもまあ十分ですね。わざわざここでプテラを使う必要はない。ちょっとナメプみたいな感じになっちゃうので、まあワンパンで落とせなくともっていう感じですね。ここでだから傷薬バブルドレインってされても80なんで、結局ファイヤーの、ヒートブラストプラス榊で落とせるんですよ。そういうので落とせない。わあ、ちょうどね、さっき言ってた、マックスの回復してきたんですけども、まあ、それでもなんか、もう、状況が厳しいなっていう時に、プテラですよね。緊急用。本当に超緊急用プテラっていう。いや、でもいいよね。おしゃれでいいですわ。すごい好き、この構築。ね、ドイツの方が組んでね、活躍された構築、これすごい好きです。で榊もねしっかり入ってますんで、こういうね状況にも対応できますよっていうところがバランスいいですね。はい、ありがとうございました。さあまず1戦目勝ちです。まあだからメインはやっぱウィンディを使って動いて、戦っていくっていう、はい、まあ準備が早く終わるんで、そこがすごく優秀な
ポケモンだなっていうのは感じます。はい、次行きましょう。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。さあ、お相手アクタイプということで、マタドガスですかね。マタドガスもね、ベスト8ぐらい入ってたね。マタドガスデッキ。さあ、プテラがやってくる。いや、もうめんどくせえから、マタドガス戻してやるっていうのもありなんですけど、ただ残念ながらマタドガスはですね、そう、マタドガスデッキ、例えばアーボックとかマタドガスは、ワンパンできちゃうんですよね。ウィンディで。全部ワンパンできるので、その辺優秀かなっていう。まあ、準備が早くて、まあ、ファイヤーのこの要求値もね、そんな高くないっていうのは、丸役でよりいいとこだね。マタドガスとピジョットで、まあ、ぐるぐる回転させて、来るっていう感じですかね。どうでしょうか。さあ、ファイヤー EX。ファイヤー EX。はい、ファイヤー EX。劣化の舞。ちょっと待って。ここね、ファイヤーは2枚出しといていいかなと。ファイヤーが、ファイヤーがじゃないわ。夏目疲れた時に、まあ、ファイヤー変えられて、まあ、何出すかっつったらファイヤーなんですよね。そうですか。ちょっとプテラ準備しとくか、これ。まあ、一応ピジョット2進化なんでね。そう、こうなった時に、ファイヤー出しとくと、ファイヤー、ファイヤーでファイヤーに手張りして、また劣化の舞っていけるので、ファイヤーは2枚出しておいた方がいいかなと。で、ベンチはガーディーと、琥珀。で、ガーディーにしちゃうと、琥珀出す枠がなくなっちゃうので、個人的にはまあ、このラインナップが、一番いいかなと思います。はい、そうしてください。さあ、劣化の舞。で、ウィンディーですね。ウィンディーいいですね。で、まあ、エネルギーの張る順番なんですけど、一番はやっぱファイヤー。劣化の前使うために。で、次がウィンディー EX。で、最後にプテラ。まあ、この優先順位で。何それ。これピジョット出てくるな。おいマジかよ。ちょっとそれはないわ。追い払うとか使われた時もですね、こうできるのでいいんですけれども、ちょっとなえるレベルの劣化の前ですね。本当に待っているのかどうか。いや、まあこれ落とされちゃっていいや。もうエネルギー張って、まあここでスピーダーがあればまあ別ですけど、わざわざエネルギー張って逃げるってしたくないな。ウィンディに張ろう。で、次、榊があるんで、榊でピジョット落とそう。本当にどうしようもなくなったら、プテラを使う。まあ、こういうことありますからね。まあ、霞で6回裏が出てんのと同じですから、これ。ねえ。霞の影に隠れてますけど、ファイヤー EX も、こんだけなんかエネ加速できるし、安定してるじゃん。いや、とんでもなく強いですからね、こいつは。いや、でもなんか控えめな感じで来てくれたけど。あ、そう。控えめですね。まあでもドガースめんどくさいんで、もう落としますよ。落としに行きます、もうこれは。やっぱめんどくさいんでね。またドガースにされると、まあ毒食らっちゃうしね。嫌なので、落としに行きましょう。さあ、猛火の突進。ちょっと序盤、
苦しんだんですが、アーボックとかも入ってんのかな、それ。なんかピショットとアーボックのデッキってあるよね。まあでも3回落とさないといけないからな。まあこの後はプテラにもうエネルギーを張ります。はい。ただこれだったらファイヤー EX に張って逃がして、ウィンディーで行くっていうのもありですね。まああとプテラいいのはね、これ、あれだね。逃げ根が1なんですよ、プテラって。そこはいいね、すごく。すごくいい。ファイヤーは2なんですよ。なんですけど、プテラは1ですから。そこはいいですよね。で、傷薬はね、これファイヤーにかけておきます。まあ次また多分追い払うしてくるんで、追い払われたらファイヤー出して、まあ相手が榊プラス翼で撃つを使ってきても、80点耐えられますよっていう。いやでもまあプテラでいいか。プテラでいいわ。うん。逃げ根1だしね、プテラ前に出して。で、逃がして、まあだからプテラですね、ここは。逃がして、ウィンディ出して、いや、こういう時プテラ強い。出しておけると。強いでしょ、でも。逃げ根1ってやっぱ強いよね。で、榊を使って、ピジョット落とすと。はい、ありがとうございました。まあなかなか、まあここはでもプテラがね、うまく活躍した。技を使わなかったんですけど、逃げ根の部分でね、活躍した、そんな試合かなと思います。はい、勝ちです。ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。行きましょう。まあ、相手、ミュウツーですかね。いや、ミュウツーと当たりたいな。なんかそのさ、エネルギーめっちゃ溜まってるミュウツーに、プテラ打ちたいよね。エネルギー溜まったミュウツーとか、溜まったリザードンに、プテラ打つ瞬間。そこはね、気持ちいいと思うんですよね。すごい刺さると思う。はい、さあ、ここはモンスターボール。ガーディー、ガーディー。ガーディー、ガーディー、ガーディー。さあ、ガーディー。ここで3枚貼れると、まあ、次の引きが何かも関係なしに、もう次から劣化の前打てます。そうすればミュウツーに勝てる。さっきまあ、相当コイントス悪かったんでね。いけるだろう。うん。うん、まあまあ、まあまあまあ。これだと、これであれば、スピーダーが来れば、次からウィンディー使えます。スピーダー。スピーダー欲しいね。ファイヤー EX はね、逃げ根が2なんですよ。ね、ファイヤーとフリーザーは、逃げ根2なんですよね、EX は。サンダーだけ1なんですよ。なぜかね。はい。さあ、これで、さあ、ファイヤー EX。ワイヤー EX、劣化の前です。まあ、ミュウツー1体しか出せてないからな。サーナイトの準備とかできてないので。まあ、なんかいけそうだけどな。はい。まあ、粘土弾突き打ってくるんですけれども。まあ、地味にね、これダメージ食らっちゃうけど、ウィンディは。ダメージ食らっちゃうけど、地味にこの体力は高いので、そこはね、優秀ですね。まあ、ちょっと落ちにくいっていうところは。技使った後のエネルギートラッシュがないっていうのも優秀。そこもかなり評価してます。最初の頃ね、外れって言われてたんですけど、使えば使うほど強さを感じる。まあ、そんなカードだなと思うので、まあ、皆さんはウィンディ EX 使ってあげてください。はい、さあ、ここはモンスターボール。モンスターボールファイヤー。はい、ファイヤー。で、ファイヤー逃がして、ウィンディーですね。これ逃げてカビゴにしてくるかな？逃げカビ？逃げカビしてくる？ねえ、さあ、モーカの突進。まあね、そのミュウツーとかだとワンパンで落とせないんで、もうそういうのが溜まっちゃってさ、エネが溜まってもうどうしようもない時のプテラなんだろうね。いや、すごい好き。
何度も言うけど、そのね、それがすごい好き。さあ、カビゴン。壁役カビゴンですね。うわー、でもめんどくせえな。カビゴン。カビゴン、ちょっとめんどくさい。まあ、後ろのファイヤーにエネ手張りしとけば、まあ、3つ落とせるんで、なんとかなるかな。ここはね、ここは置きたくないですね。一応プテラの枠を開けときたいので、置きたくない。カビゴンは逃げエネが4なんでね、逃げられません。もう。出したらほぼ、もう本当に壁。ただの壁として一生を終える。そんな感じになってしまいますね。さあ、ポケモン図鑑。ポケモン図鑑でしっかり見て、はい、キルリア。そして、レッドカード。まあまあまあ、いいですよ。さあ、プテラ。琥珀。こっからでも負けることってないよね。サイコドライブ打たれるじゃん。で、自分がファイヤー使って勝つっていう。負けることってないよね。一応、琥珀引いときたいが。はい、猛火の突進。まあんだけダメージ食らってるんで。で、傷薬も1個使っちゃってるんでね。これで2個残ってると、ワンチャン負けが出てくるかなってなるんだけど。ないですからね。どうすんだろう。どうするんでしょうか。ハンドスコープ？やべ、プテラ見られちゃったじゃん。見られちゃった。見ないでよ。プテラバレちゃった。はい、トランスシェイド。でもサーナイトも結局ワンパンで取れるんですよね。結局ね。あー、なるほどね。まあ、2枚使って、ちょっとやりくりしてくるっていう感じか。それめんどくさいですね。トランスシェイドに逃げてくるか。逃げて、今出てるミュウツーを。そうだね。なるほどね。いや、でも厳しいだろ。でも厳しい。でもお相手は厳しいはず。まあ、一応自分は琥珀を準備しておきます。で、猛火の突進。はい。栃木県真岡市。まあ、ミュウツー、粘土弾がもうちょっと威力高かったらね、よかったですけど。そこがちょっとね、50っていうのがね、きついよな。でも結局ね、大会優勝してたのミュウツーデッキなんで、まあそれについても、まあ紹介させていただこうかなっていう。まあかなりさ、大規模大会だったんでね、参加人数が多かったんで参考にはなるかなっていうふうに思うんですよ。はい。まあ、これで、まあ、逃げてくるってことですよね。逃げて前に出ても結局、後ろのファイヤー EX で落とせちゃうんで、自分の勝ちなんだよな。ああ、サーナイト出てくるんだ。なるほどね。いや、でも勝ちよな。ウィンディで勝ちよな。でも。ウィンディだいぶ頑張ってますけども。孤軍奮闘してますけども。さすがにもう追い詰めたので。はい。さあ、ミュウツー EX。まあ、こんな感じででも、早くやっぱ準備できて、高火力の技をね、使えるっていうのは、いいとこだよね。すごい強いところ。はい、ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。行きましょう。お相手水タイプ。水でドガースか。いや、カイリュウかな。
マタドガスカイリュウかな。てか今回これね、もうプテラも成功してますんで、作れますので海流にさ、プテラっていうのは効くだろうね。うん。楽しみだね。海流じゃない？なんだろうね。マタドガスはね、割と何でも組めるんですよ。本当に便利。なんでそんなにね、いろいろ組めるんっていうぐらい組めるので。はい、ドガース。なんだろう。でもガスで包めないですからね、それは。何デッキなんだろう。ミニ竜とか出てこないもんな。レッドカード。まあ、レッドカードで戻すか、ちょっと。手札いっぱいあるしね。いや、今回はもう、わかった、もうね、プテラで行くわ。ね。男アポロ。ちょっと最後にプテラが活躍してる、してるところを、もうみんなにね、見せますんで、見ててください。あ、やっぱそうですね。海流デッキですね。大体そうだと思うよ。はい、榊。榊。いや、でもな、別にこう張る必要もなかったな。普通にファイヤーで、削って削って、まあ、結局3体倒さないといけないんで、削って削って、カイリーを前に出したところで、プテラでよかったかな。まあでも行きますよ。はい。全員戻せばいいんだろ？全員デッキに戻してしまえば構わんのだろ？はい。さあ、ここはウィンディ。行け。原始の羽ばたき。まあ、悪エネだから多分入ってないですね、そのデッキは。はい。昨日のね、生放送でやってる時から全然この、羽ばたかないんですよね、自分のプテラ。脅してるんだけどな。それが良くないのかな、その、そういう、ねえ、そういうところが。どうだろう。尻尾で叩くしてくるよ、それ。あ、カイリュにしてくる。カイリュになってしまう。いや、カイリュになったら、刺さりますよ、もう。ねえ。刺さるに決まってるじゃないですか。ね。いや、もうこの試合、プテラだけで勝つわ。見ててくれ、みんな。よし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 。ああ、来いよ、カイリュ。来いよ。来いよ、出てこいよ。なんで出てこない？出てこいや。カイリュ、出てこいや。全然ここ、カイリュ出てきてもいい場面だったのに。ビビってんのか、プテラに。プテラが怖いのか。まあでも怖いよな。急に戻されちゃうんだから。デッキにね。怖いよな。実際。これだったらまあドガース取っていった方がいいんですよね。まあでも戻すわ。全員戻す。全員デッキに送ってやるよ。まあ皆さんは普通にファイヤー EX 使って、基本はね、ファイヤー EX 使ってウィンディにエネルギー貼って、まあ行くっていうのが正解ルートなので、そうしてください。はい。自分はただ使いたいだけです、ここは。もうプテラの出番を見せたいだけ。いいね、このプテラ。この個体いい。6V。6V 個体ですね、これ。6V。OK, 耐えた。よし。よく耐えた。よく耐えたよ。よく耐えたよ、これ。ねえ。よく耐えました。さあ、いや、ここで戻したらもう MVP だよね。ここで戻したらね。
本当にだからやばい時用なんだけど。うわうん。いやー、ドガースじゃなくてカイリー戻してほしいんだよな。ドガースは正直どうでもいいんだよ、もう。大切なところでこの、決めきれないっていうのはね、ちょっとこれ致命的ですからね。頑張ってほしい。うん。はい、耐えていく。耐えていくが、いや、ここ戻さないとマジで負けちゃう。戻さないとマジで負けちゃう。本当に。本当に本当に負けるし。いや、というか戻してもあれか。え、戻してもダメじゃない？いや、でもぶつかるができないか。雷エネルギーがないから。いや、できないできない。戻せばワンチャンある。マジでワンチャンある。戻せば。これ、本当に君にかかってるからね。行くよ。行くよ。みんな。これで表が出たらグッと押してください。お願いします。はい。それ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 うん。メンタルブレイクでしょ、もう。まあ、またドガスね、毒使えるんですけど、まあ、このターンにはやられませんので、うん。はい。まあ、逃がしてですね。逃がして、夏目使って後ろのミニリを出して、そのミニリを買って、自分が勝つと。いや、いけるいけるいける。うん。ビジョンは見えた。見えた見えた。見えたよ。いや、ナイスだよ。ナイス。いや、その、二進化か、二進化がね、やっぱ二進化か、やっぱいっぱいこのエネルギーが乗ってるやつにぶっ刺さるんですよ、プテラは。その両方を満たしてる、そんなね、ポケモンを倒したんで、そりゃ勝ちですよ。ねえ。そりゃ勝ちやな。そりゃ勝ちやんな。エネルギーもう、全滅しましたからね、相手。うん、いいね。楽しい。いや、こういう楽しみ方もできるデッキなんで、いや、さすがですね。これは、もう構築された方、本当に、素晴らしい。うん。まあ、漏れ出すガスしかできないからな。ちょっとダメージ痛いですけども。まあ、次のエネルギーが雷っていうのもあって、余裕ですね。いや、プテラはもうあれでも、仕事を全うした。自分たちのこの窮地を救ってくれたんで、もう MVP ですよ、これは。もう。うん。はい。さ、最後は、ウィンディーで。だからこれちょっと逆だったね。本当は最初に、だからファイヤー EX でエネルギー加速をして、ウィンディーで潰していって、帰りを前に出して、そこをプテラで取っていくっていう方が、まあ普通です。まあ皆さんそうしてください。ちょっと自分はもう、プテラの呪いにかかってますので、プテラを出したくなっちゃったんですよね。いや、相手もメンタルブレイクしちゃいました、これ。メンタルブレイキング。復帰を待っていますって、これ、だから切断したみたいな感じですからね。うん。いや、どうなんだろう、これ。もう、時間切れまで自分は待つっていうこと。どうなるの、ポケカは。タイムリミット40秒もね、続けないといけないんだ。まあじゃあエンディングに入りましょう。はい。まあこんな感じで、まあ今回ですね、まあ自分が組んだ構築ではないんですけれども、まあ土日に行われましたね、海外大会。まあドイツの方が使って、準優勝した。まあ大会のその成績も15戦やって12勝3敗っていうことでね、かなり勝ってます。で、ピカチュウデッキに相当勝ってるデッキなので、まあそういうデッキに勝ちたいよっていう方はぜひね、使ってみていただきたいなと。まあ丸ヤクデとかじゃなくて、まあ、ウィンディっていうところがいいですね。やっぱりね、エネルギーのコストがね、ちょっと猛火の突進を使う、コストっていうのも、丸ヤクデよりも一つ少ないので、エネルギーが。で、エネルギー減ったりしないんで、その辺すごく優秀だなと。で、プテラもおしゃれでね、とても楽しいデッキかなと思いますんで、はい、ぜひね、使ってみてください。では、今回の動画はこの辺で終わります。またね、次の動画、そして生放送でお会いしましょう。はい、まあ、どうでし、
まあこういう大会上位デッキをさ紹介するっていうのを実際どうか感想もねお聞かせください。アポロの解説でお送りするっていうのはねどうなのか、その辺ね感想を聞かせてください。はい、では終わります。